ロッテ、オスナ来季残留の見通し、球団関係者は手応え。元メジャーのセーブ王には日米争奪戦も予想された中で、同日にオスナが来季のロッテとの単年契約合意に近づいているとの海外報道がなされた。これを受け球団関係者は、まだ正式ではないですと交渉継続中を強調しながらも手応えを口にした。今季6月に入団し、後半戦は守護神として10セーブをマーク。関係者にはロッテへの愛着を口にしており、正式に残留決定となれば大きな戦力となる。日韓来たのでとりあえず確定と思っていい。5億くらいか。3億じゃソフトバンクに勝つのは無理だろうね。マジで5億積んでるやろ。レアマーエチェ放出するしな。レアード 3.2 億、マーティン2億、エチェバリア1億、合計 6.2 億。エチェバリアに1億も払ってたのかよ。来季の助っ人は一点豪華主義やろか。先発と野手1人ずつ程度は取るやろ。ソフトバンク入り確定やな。デスパイネもこうだったし。あ、正式発表来るまで信じないぞ。ソフバンが強奪とか言われてたけど、日本なら愛着あるロッテ以外なんてありえんわ。金ならオスナはいくらでも持ってるし、金で選ぶわけない。こいつ超メジャー級だったな。ロッテのどこが気に入ったんやろ。井口は辞めてしまったから、他として荻野か吉井か増田か広畑か通訳の田原さんあたりかな。千葉中のラーメン屋がもてなしたんやろな。ご視聴ありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。